おはようございます。現在はですね、台北駅の北側にいます。今ちょうどホテルから出てきたばっかりなんですけど、これから朝ごはんを食べたいと思います。寒い。雨はね、夜中は結構降り寄ったみたいですけど、今はね、まあ小雨パラパラっと降ってるような状況です。現在ですね、火山市場の近くにある英和東照で朝食をとっています。こちらが、あったかい豆乳と、これがピュアティア、ここで小籠包頼みました。これで締めて105円ですね。日本円で、まあ、300円か400円ぐらいですね。あと今日ですね、結構日本からのお客さんが結構いらしておりまして、3組か4組ぐらいおります。年末の休暇もあるんでしょうね。で、私もこれから食べたいと思います。今日はこちらの英和東照で、朝ごはん食べました。こちらですね、今日非常に日本人の割合が多かったです。その理由はもうすごい簡単なんですよ。今日は年末の大晦日の12月31日ということで、日本ではね、冬休みの休暇真っただ中ということもありますし、あとですね、こちらの、火山市場にある超有名な福岡東照がですね、今日営業してないんですよ。ですから、まあ、実際福岡東照の前で結構立ちすくんで悩んでいた日本人の方も数組いらっしゃいました。でそういう方がですね、この近くにあるもう一軒の、まあ、そこと結構有名な豆乳屋さんに流れ込んできたのかなと、そのように私は思っています。